出発するわ。三国鼎立の時代、楊州方面の戦局は魏に傾いていた。呉は魏軍の前にたびたび敗れ、魏に降伏する者も相次いだ。呉の孫権は局面を打開すべく、河陽軍大守周芳に一計を授ける。彼に偽りの投降をさせ、魏軍を呉領に誘い込まんとしたのである。計は見事当たり、魏の都督宗求は石庭に進軍。孫権は満を持して宗求軍の殲滅に乗り出した。兄孫策に遅刻の才を称えられた孫権が見せた戦の才、王者の風格が漂い始めた孫権のそばに、今日も蓮氏は立っていた。誰よりも大切な人の成長を誰よりも近くで感じながら。魏軍は周芳の投降を信じきっている。裏をかかぬ手はあるまい。そこで陸遜に奇襲を仕掛けてもらう。蓮氏、補佐を頼んでもいいだろうか。はい、お任せください孫権様。だが無理だけはしないでくれ。お前にもしものことがあっては。大丈夫ですよ孫権様こそ。どうぞご無事で。蓮氏、行ってまいります孫権様。敵は周芳の投降で油断している。陸遜の作戦を皆で成功させるぞ。私は奇襲のため進軍します。内城の敵を排し、伏兵の準備をしてください。もしや、これは長領殿にお伝えした方がいいですね。面倒な相手を見つかってしまいました。彼が長領に知らせる前に撃破しましょう。魏の援軍が接近している模様。彼は知恵者、策に気づくかもしれません。芝居の到着前に奇襲を成功させましょう。お前ら何者だ。ここから現れた。ため静かにしてもらわないとね。お尻の美しさの私には不要。またお会いしましょう。おしまい。敵手を打ち取ったわ。私の知略に勝てると思いか。おしまいにするわ。
ここで何をしている。彼らがいては9本は動けません。関門前の敵を撃破しましょう。とりあえずここは大丈夫みたいだ。あとは奇襲でも手伝ったら。生きていれば挽回の気はある。敵将撃ち取ったわ。私ももっと先行を立てなければ。うまくいきましたな。さあ、我からお入りください。豪快だ。俺もこうしちゃ折れませんな。覚悟してください。五の精鋭の奇襲受けていただきます。もうお前ら何者だ。気を抜くな。主は優しいのだな。春の風のごとくだ。この感謝の意いかにして伝えん。まぶしいほどの無だな。天の太陽のごとくだ。鼓舞されたのはそれがしだけか。Yeah!
味方総大将苦戦中となった。殿の高校は偽り、固い絆で結ばれた後から裏切り者。
負けではない。ケギアスアーネを討ち取ったわ。お願い。ないか。私は大丈夫です。ああすまぬ孫賢様、決着がついたとはいえ、総大将たるお方がこのような前線にいらしては困ります。しかし孫賢様のお気持ちはとても嬉しく思います。ですが、孫賢様を心配している方もたくさんいるのですよ。そうだな、お前にも皆にもいらぬ心配をかけた。その許してくれ。皆にも大切な人がいるでしょ。その人を守るためにも今は勝たなくてはね。